実際にやってみた。うつけちゃう。うわあ。うわあ。とうとう残すところあと4体となってしまいました。大魔王ひどい。大魔王軍団全滅だぞ今まで。だがしかし、もう怒り、もう人々への憎しみを力に変えてね、メタルなど打ち取ってくれようということでやってまいりました。打天使エルギオスの登場です。あー、まあでも攻撃に物理が多いからワンチャンいけんのかな。うん、いけない気がするけどな。やっぱりいよいよね、ナンバリング上、このモンバトではナンバリング上最後の大魔王ですね。あとはまあ隠しボス軍団と DLC がいるんですけど、さあ、まあ何回もおさらいしますよ。敵の時より、技の威力が高いプラチナキング、かつ、回避率 75%、かつ、すべての呼吸を 95% カットします。そんな、バケモンに挑んでる企画です。ついに、シャープ3まで行ってんのかな？いけ！おい、怒り！でも今さ、さりげなくね、エルギオスが1ピロリしたの見逃せないですね。うまいこと回避しまくって、まあ、多分削り切りはもう不可能なんですよ、これ。ダメージ見ていたらと、今までね、今までの見てたらわかると思いますよ。ダメージゼロですもん、ほとんど。95% カットの時点で、あまりにもきつすぎる。なんで、どっちかというともうチキンレースに近い。もはやここまで来るとチキンレースなのではないかと私はね、もう何をしてんだと疑ってしまいます。言っちゃえば魔力貯めて勝てばいいんですよ。大魔王には膨大な HP がありますからね、確かに。普通の 2P プレイヤーできない膨大な HP、そして、夢の技をこっちが使えるという仕様。その膨大な HP の部分で勝っていこうかなという所存でございます。なんで痛い今日もかい怒ってるで、そりゃ怒るやろ。当たるぜ。あーくそ。まあ。ブレス攻撃もね、ダメですよ。95% カットなんでね。どうしようもないというか、はは当たりもしない。どうしよう。この単位では確定ですね。本当は、強力なマダンテが当てるんですけど。本来だったら、強力なマダンテ打てるんですけど、マダンテがこいつに効くわけないんで、もう片方の弱っちいコードを引くしかないっす。まあ、相手は確定なんですけど、どっち選んでも。まあ、まだ、まだだ。なかなか私を、バカにした罪を思い。このエルギオス様を、バカにしたつもりは重いぞ。行くぜ！もう今日だけでジャンプの選手何回いるとんねやろな。まあ、相手は確定ですね、ここは。車内。しかし困ったもんやな。マジで困ったもんやな。どうすりゃええや、エルギー。エルギーどうするんね。ここもマダンテ打てるんやけどな、本当は。4ターン目もマダンテ打てるんですけどね。普通に使うとまあ、ツコツコ強いんですけど、マダンテがやっぱりこいつに通るわけないんで、攻撃陣ももちろん無効なんで、95% 勝ったの前にひれ伏すことになってるけど、攻撃への耐性はともかくな。5ターン目は持ち込んでるけどね。まあ、1ピロイなんか持ち込んでねえのか。あの1ピロイのおかげで持ち込んでんのか。頑張れきつい凍てつく波動で、まずは凍てつく波動でお茶濁し。濁してしゃあないに、何を濁しとんの。回避されてるのも大きくって、勇気がたまんないですよね。さあ、いけ！そろそろ行けよ！エルギオス頑張れ！よく見たらもう怒りで我を忘れてる、もう、攻撃が単調なんだよ。怒りすぎて。怒ってるとね、動きが単調って言われてんだよ。もうなさせぬー！そんなんでラテーラに会えと思っとんのか、お前。宝の地図のボーナス敵やぞ。おい。宝の地図に負けんな。負けてるか、もともと。ごめん、ちょっと不甲斐なかった。今までちょっと不甲斐なかったわ。強力無比なメタルを倒すには、隠しボスしかないなぁと。いよいよ隠しボス3体。まずは1体目。地獄の帝王、ミルドロアースが最も恐れた存在。裏ボスとしても有名なね、エスタークでいきたいと思います。HP がね、6300しかないのがもう不安でしかないんだから。はてさて、エスタークなんですけど、こいつも無駄行動持ちですね。無駄行動というか、凍てつく波動はプラチナキングに対して無駄行動となりより、瞑想も持っちゃってんですよ。なんでまあ、結局のところ、竜王みたいに、まあ、無駄行動が多くて、そもそも、削り切りは難しいんじゃないか。まあ、プラチナ勝ったら大丈夫か。
おお、打撃耐性あるから、プラチナカッターは普通に耐えれる。あれ、ワンチャンあるかもね。さあ、光輝く氷の息、あんむ。そうか、プラチナカッターだったら大丈夫なのか。でも、キングブラスターってさ、耐性持ってないよね、君。多分ダメ。ダメだよね。あー、ちょっとキングブラスター痛いね。でも、プラチナカッターの火闇が少ないから、もしかしたらある。ね。さあ、地獄の時、威力高いぜ、これ。おいぜねえ。なんでお遊び入れちゃうかな。まあ、そうじゃないと強すぎるからね。敵の時はな、ね、いては全く使わずにこっちを蹂躙してくるくせにね、自分で使うと必ず入るんです。キングブラスターこすんなんで、プラチナカッターで来いよ。プラチナカッター、そう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 。んで、今んとこなんかこのターンに毎回通行引いてる気がするんだけど。いや、でも500で。痛ーいまだだ。瞑想。まずは心をね、落ち着かせます。瞑想後の一撃受けてみよう。おい、行くぜ。瞑想後。瞑想後です。瞑想後の一撃確かに恐ろしいからね。お、いいよ、これ。もうなんだったら一発でいけるんじゃないかな。おら、行くぜ、セロ受けろ96ああよく当てたな。96か。で、でも96。96じゃな。96じゃきついな。一体全体どないなってんねや、このゲーム。どうすりゃええんや。どうすりゃええんやろ。あまりにも厳しいがすぎる。まだだ。でもプラチナカッターはそんなに食らってない。大丈夫だ。まだ。プラチナカッターはそんなに食らってなかったもん、さっき。そう。あまり食らってない。これはあまり効いていない。まだだ。おい、行くぜ。怒りの時期、帝王力。ほら、行くぜ !69! どうすりゃええの。ダメージ、お前削り切ろうとしてるんだ。だから削り切っちゃダメなんだって。削り切ろうとしたらダメなんだって。ああ、やばい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 。ねえ。やばいってね、エスター君。エスター君やばいって。おい、地獄の帝王。果たして、我が善か悪か、どっちかもわからぬのだ。しかし、今わかる。我は敗北したのだ。敗北してない。敗北してないよ、こいつ。敗北してないよ。マジかよ。まだあんのか、お前まだ。だから削り切ろうとすんだって。削り切ろうとしちゃダメなんだって。勝てないって。ほら、魔力溜まってない。どうすりゃええの。2連よけ ?2 連よけだね。エスターク、帝王の意地を見せております。もうプラチナキング笑ってるもん。お前に私は倒せんよ。裏ボスでもダメだったらどうすりゃいいんだよ。ねえ。ついにいよいよ、この私がベールを脱ぐ時がやってきたようだと。まあ今までね、ちょっともう、お遊び。今までは前座中の前座みたいなもんなんですよ。前座って言っちゃった。前座中の前座。いよいよ、来ました。無課金最強、ダークドリアムで行きたいと思います。なんでこいつが出るまで誰と一緒に勝てねえんだ。さあ、無課金に残された道はただ一つ。最強の魔王、まあ、合体モンスター、敵としてならね。に対しては、もちろん最強でいけと言っておりますね。魔人、ダークドレアム、いきます。さあ、今までの他の奴らとは違うってとこ、私が見せてやろう。行くぞ!我は破壊と殺戮の神、なんでこんなかんだ?ただし、ドレアムには欠点がありまして、割と遊びます。行動の遊び頻度が半端ないです。245と遊びます。まあ、ええんだけどね。どっちにしろ、もう分かったと思いますけど、削り切るのは無理だと思うんで、まあ、攻撃当てて勇気をどんだけ回収できるかですね。お!違うね。さあ、まずはグランドクロス行きます。邪悪を滅ぼす!行くぜ、グランドクロス!ほら、行くぜ!ははははは。まあまあまあ、でも、耐えればいいからね、確かに。すべての攻撃にまあ強いみたいなもんだから、今まで食らうダメージはそんなに食らうんじゃない？おー、いいね。810。さあ、皆さんご一緒に、これですね。行きましょう。電撃一閃、ギュースラスラー、いくぜー、おいくぜー。さあ、2ターン目。プラチナカッターだったら、あんまり食らわないのはよくわかった。あー、でもできればプラチナカッターで来てほしいってことか。キング、まあ、でもプラチナカッターだと痛恨食らうから、
そこが怖いな。あー、プレスカさん、ついた。やばい。ドリアム。いや、でも、HP も高いし耐えれるかも。うわー、やるようだな、毎回このたり食らってないなんか。いくぜおおでも、まあ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 、まだ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 。そうなんだよな、こいつ遊ぶんだよな、ワイルド。かなり遊ぶね、お前。1、3ぐらい。あの、2、3、5で遊ぶからね、君。かなり遊ぶからね、君。2、3、5で遊ぶんだからね。普通の大魔王でも実は、使いづらい部類っすよね。だから、削り切りができないですよ、強すぎて。まあ、調整したんでしょうね。おお硬い !590! さすが、いけ電撃エッセンゲーガーさーん、ウィクサーおいくぜ、まあ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 、別にいいの。まあまあ。で、力999のさ、ドリアムがさ、与えたダメージ見てみたいんだけどね、俺は。全然当ててくんないけど。当ててくる気せんけどな、俺は。あんまりだわまあ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 、まだだ。まだまだ。で、このターンも遊ぶんでしょ？このターンも遊ぶね。おたけび入るんか。まあ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 。あれでもなんか、今まだ4000でしょ？なんかワンチャンありそうだな。あれ？ドリアムワンチャンある？さすがに。え、俺たちのドリアムもしかしてやっぱりワンチャンあるんじゃない？言っちゃえばさ、これ、俺ワンチャンありますよね。あれワンチャンあるな、これ。このペースでいけば、だって次のターン死なないじゃん。うん。これ、うまいこと、ちょっと勇気ためれば勝てる !84! お、さすがドリアムやってくれんじゃねえか、これのね。だってさ、死なないじゃん。ああ、まあまあ、確かない。え、これ勝てんじゃないか、本当に。これは A でいきますね。ギガデイン入っちゃうんですけど、それは目的じゃないんで。ああ、勇気たまるから、それ。ちょっと外しすぎで勇気たまってねえかも。勇気たまるから、このターンに。外しすぎだね、ちょっと。いやあ、なんてことだ、この私が負けるなど、あってはならん。そうなんだよな、これ。勇気たまるこれ。ねえ。トドロク、ギガデイン、勇気たまるか、勇気たまれば勝てるぞ。ああ、勇気たまるから、これ。これ勇気すげえギリギリなんだよ。これ勝てるから、ワンチャン。待って、これ勇気たまんない。外しすぎだったか、さすがに。おたけび当てればいいんじゃないか。おたけび当てろ、う、勇気たまれ、頑張れ、頑張れ。ドリアム、ドリアムあ見事だ、この私がたった6ラウンドで敗れてしまうとは。何してんだよ、ワンチャン勝てたじゃん。マジでワンチャン勝てたって、お前何してんだよ、無課金対象。いよいよやってまいりました、DLC です、いよいよ。無課金の大魔王では勝てないということが証明されました。通行2回受けたしね。ということでですよ。いよいよやってきました。プラチナキングを倒せるのは私しかいないという名乗りを上げた男がいます。それが、この冥府の帝王、ガーディスです。いけ課金に、いけ課金大魔王。さあ、冥府の奥底からやってきた。課金大魔王、ガーディス。まあ、打撃に確かに強いんで、まあ、ワンチャンあるかな。ただ、こいつ実はね、欠点がありまして、自分で使うのが、ほとんどないんですよ。自分で使ったことあんまないんで、行動パターンを知らないっていうのが最大の弱点です、僕。あ、でも、7800もあれば。下手な赤目より強いぜ、私は。さあ、ラスト。もう泣いても笑っても大魔王陣、ラストです。ドリアムワンチャンいけそうだったけどね。ほんま。さあ、ガーディス頑張ってくれ。DLC の魔王だからこそ勝利できるでも何でもいいわ。あれ？このパターンはドリアムで見たな。さあ、ガイストラッシュで。いけ！亡者の怨念で、ぐる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 、せーの！はい！あれ？まあ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 、でもここのダメージ大事だな。でも、同じパターンだったら、
割とこれは検証して分かったことがある。同じパターンになってるぞ、おい。あの、リュータみたいな感じになってんだよね。さあ、威力の高いデッドリークロー。まあ、外れてるけどな。さあ、問題はですよ。これさ、なんかこのパターン見たのよ。あ、俺分かった。あのね、一つこの検証には欠点がありますね。同じパターンを引いている。ここ痛恨なんですね。なるほど。分かった。同じパターンを引くんだ。ね？ようやく分かりました。あの、私ね、まあ、エミュレーターを使って、プラチナキングを毎回出すのは大変なんで、エミュレーターを使ってるんですよ。そしたら、行動パターンが一緒になるんですね。ってことは逆を返せば、この行動パターンだったら勝てる相手がいるってことになる？そういうことになるのかな？さあ、一つ新しい発見がありました。割となんか新しい発見なんだよな、それって。さあ、今んとこ、亡者の動きだけ当てましたね。それだけでしたら。こいつの行動、これ、あれ、決まってんだね。バトルする前から。カード召喚前からやってるんですけど、ある程度決まるんだね。モンバットはもうすでに。へぇー。新しいね、発見があってる、あるんですけど、あるんですけど外すんだ。ってことは逆の回線を勝ってるってことじゃないの？まあ、ある意味ね。ガイソラッシュスターの当てろ！よし！ワンチャンある。同じパターンっていうのはよくわかった。行動パターンは同じなんだ。じゃあワンチャンじゃねえか？本当に。まあでも全て同じとは限らないのかな？どうなんだろう。モンバットってある程度ね、対戦前にいろんな乱数が決まるらしいから、裏の話すると。その乱数が変わる瞬間だよね、だから。どこだろうね。なるほど、大魔王でこうやって挑んで、まあでも、多分、乱数変えようか変えなかろうが一緒のなっていう気がするけど、俺は。変えようが変えなかろうが一緒の気がしてるけどな、俺。乱数。よし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 、次のターンも耐えるよね、これなら。ワンチャンある。あれ？ワンチャンある。新しい発見もして、ちゃんと攻撃当ててるから、今回は。75% にね、対して当てていこう。お！これなら、次のターンに溜まると思う。まあまあまあ、しゃあないでしょ。あ、これ、いける？課金の輪を、いよいよ、いけるな。あ、いけるいけるいける、マジでいけるか、ディス。つまり俺はずっと敗北パターンを選んでいた。つまり俺は、ずっと敗北パターンを選んでいたってこと？そうなるね。初めからこの企画、結末は決まってたんだよ。全部。あ、でもちょっとここ違うね。さっきここ通告だったもんね。だからここら辺で変わるのか、乱数が。初めから決まっていたってことか。今分かったよ。このゲーム、いや違う。この大魔王のさ、が、プラチナキングに勝てる大魔王っていうのは、もうすでに決まってたんだと。誰でもダメだった。そう。ガーディスじゃなければ、このパターンでは勝てなかったってことだ。別のあの、だから火とかに全然違う感じでプラチナキングを出せば違ったのかもしれないですね。ただ、一つ言えることは、この企画、ガーディスしか勝てなかったんだよ。来たー、ようやく来てました、ガーディス、いけーいけガーディス。削りきれないのなら、とどめの一撃で撃てばいい、王者たちの怨念。初めから決まってたのか。じゃあ何度やり直してもダメだった。ガーディスじゃなきゃ勝てなかったのか。モンバットの悲しいところを見てしまった。同時に倒すのに全部使った。